はい、皆さんこんにちは、バネルグルビッシュです、では今回は信長の野望じゃないですね、EU 法新しく秀吉の朝鮮出兵をやっていきたいと思います。まあ、前回はですね、まあ、信長の朝鮮出兵ということで EU 法をプレイしたんですけども、まあ、勝手がわからないまま始めたこともあってですね、皆さんからのご指摘の通り、まあ、ズタボロになってしまったというのもあって、前回の反省点を生かしてですね、今回はしっかりプレイの方をやっていきたいというふうに思っています。で、どの時代を選んでも秀吉から始まるプレイというのがなかったので、まず信長でプレイを始めて、後継者に秀吉を指名して、秀吉が今代替わりしたというところからになります。なので、まあ、征夷大将軍という扱いになってますが、秀吉が73歳。御年73歳、1611年で、秀吉と。で、後継者は千、豊臣千、まあ、千姫ですね。まあ、秀頼の奥さんという位置づけだったと思いますが、まあ、徳川からこし入れした千が、今のところ後継者になっています。外交はしょぼいんですけど、戦闘力はですね、信長並み、秀吉以上というところで、まあ、後継者としてはね、可もなく不可もなくといったところになっているのかなと思います。で、あとはですね、まあ、前回特にやらかしていた安定度は今プラス1なんですけど、これは倒幕したタイミングで、どうしてもね、マイナスがついてしまうので、プラス1まで持ってきたというところです。あと技術力ですよね。やっぱり例えばじゃあアイヌと技術力確認しておくとですね、アイズの軍事力が11です、軍事レベル。じゃあ一方我々豊臣はというと、13まで持ってきてます。こんな感じで前回の反省点はだいぶ生かした形でプレイの方はしてきています。で、朝鮮出兵なんで朝鮮の方を見ておくとですね、朝鮮の方の技術力が10ですね。なので圧倒できるかなというところですね。で、明が12、まあさすがというところで、あとはまあスペインとかね、このあたりもうちょっと見れるところで見ておくと、スペインが16、さすがですね。まあ、こんな感じで、まあ、西欧の列強と比べるとね、当然、見劣りはするんですが、アジアで覇権を狙える、そのチャンスは十分にあるのかなと思っています。まあ、ただ、国内でですね、戦争を勝利するためにだいぶ無理をしてお金を使ったところもあって、今、借金まみれなので、まずこの借金の返済と、あとは朝鮮出兵するにあたって、船ですね、これを作っていくというのを今回メインにやっていきたいと思います。では時間を進めていきたいと思います。まずは中核化している、していないところがないかの確認ですね。問題はなさそうかな。で、あとはアイデア系もね、統治力が11になったタイミングで経済アイデアを採用しています。どうしてもね、お金が厳しいという現状があるので、借金をね、しっかり返済していかなきゃいけないので、返済をしていきましょう。うわ、結構多額の借金あるな。で、軍事力で言うとですね、今、まあ、船がほとんどない状況。かつ、軍事力っていう意味で言うとですね、無理をして兵を募った関係もあって、結構しんどい状況になっているので、この後兵力はね、少し減らしていきたいと思います。で、経済の方なんですが、今マイナス 0.99 ですね。これ、陸軍の士気を下げればプラス1まで持っていけるんですけど、今、反乱軍が動いているので、この反乱軍の討伐までは、まずは蹴りをつけていきたいと思います。では、安定度上げちゃいましょう。では、時間を進めていきます。で、船はどうしても欲しいので、バランスよくですね、作っておきます。まあ、お金が、ここも、かかるんですが、しょうがなしというところですかね。とにかく今はね、お金が、喉から手が出るほど欲しいので、
反乱軍を鎮圧したので、鎮圧したら、一度、京都に戻りつつ、そうだなぁ。まずは、大砲の兵を含め、幾分減らしておきましょうか。数を。まあ、総じて2割ほど兵力を削減していきましょう。で、あと外交かな。外交に力を入れておきます。まあ、朝鮮出兵するにあたっては、そうだな、まあ、モンゴルあたりとね、手を組んでおきたいという思惑はあるんですが、我々と同盟を結んでくれそうなところは今のところなさそうなので、関係改善から始めましょう。で、軍の方は解体していきます。これで、さらに、まあ、当面国内で戦争する予定はないので、少し陸軍の軍事力も下げてしまって、一気に金の回収をしていきましょう。まあ、残った国内勢力はね、一旦そうだな、同盟を結んじゃうかどうかというところですが、まあ、一旦キープかな。おっと、新世代の侍。侍に新世代も旧世代もあるのかな。新世代の侍の時代を迎えた。過去数年間に我々に恵まれてきた相対的な兵は若い世代を兵法よりも弱々しい、より管理的な任務へと追いやった。まあ、江戸時代になるとね、戦国時代のように合戦があったわけではなく、むしろ全くなかったわけですからね。まあ、それに近い状態に今なっているということなんですかね。我々はこの発展を受け入れるか、もしくはより多くの軍事的な美徳への復帰を呼びかけることができる。とはいえ、朝鮮出兵をしていく予定なので、どっちを選ぶかと。中身を見ておくと、陸軍の伝統が統治力か。ここは統治力が欲しい。朝鮮出兵もそうなんだけど、お金をね、ちょっと返していかないといけないからね。開発を入れておきますか？そしたら先に。で、モンゴルが、ライバル視してくるパターンか。モンゴルと、まあ、しょうがない、種返しはしておきましょう。となると、ミントの、同盟は何としても成し得たいな。中核化も順調に進んでますね。モンゴルのさ、技術はどうなってる ?11。我々は13。うん。軍事力っていう意味では、おそらくモンゴルに劣ってると思うんですけど、技術力に関しては上回ってますね。どうしてもお金欲しいからな。で、組織的建築で建設コスト 10% が入るんですが、統治力400を使うぐらいだったら、テクニカルアップデートをしたいので、これは温存しましょう。で、今の経済状況はプラス4。悪くないね。借金を返していこう。で、次のテクニカルアップデートかけられるのが、アジア突撃機兵が入って、砦が作れて、戦闘幅プラス2。さらに歩兵の射撃がプラス 0.30 入ってくるんだな。これは欲しいね。あとは直居社会。
これに入ってくるとフリグが解放されて攻撃効率がプラス 2% で、織物工場が入ってくるのは統治技術中か。統治技術は何としてもキープしたいな。となると外交力をちょっと使って開発を行って金を貯めていこう。美濃を中心にお金を貯めてきていたんですけども、一番金が入ってくるところに投資をしていこう。今は目先の金が欲しいんで、本当に現実社会も同じですよね。もう目先の金に完全に頭がいってますからね、今。備前で 0.60。もう、京都で 0.80。京都の 0.80 が一番金になりそうだな。あとは、そうだな、尾張の占領でも金は入る。が、ここは京都で金を使っていきましょう。統治力を使っていきましょう。外交力を使っていきましょう。今は金がとにかく欲しい。で、借金は返せるときに返していく。安定的にね、お金をやっぱりゲットしておく必要があるので、モンゴル、そうか、モンゴルライバル視されてるのに、そのまま、関係改善を、頑強に続けていたんだな。これは中止して、踏み絵が来てしまった。ちょっと待ってね、どこで？対馬か。まあ、対馬だったらいいかな。放置しとこう。今ね、結局その、軍事力を抑えてしまっているので、まともに戦闘に耐えられないですよね。一旦対馬放置しておく。で、外交で同盟を提案しておきましょう。資金の回復は待たざるを得ないからね。で、借金を返してデフレを抑制する。大陸でしっかりと基盤を作りたいので、まあ、モンゴル、うわ、出た出た。これは対馬でしょ？まあ、対馬は放置だな。好きにしてくれと。対馬に関しては。対馬よりも、朝鮮だな。朝鮮出兵をするにあたって、外交ペナルティを受けるので、これ以上は何もできないな。となると、なんとか大陸で味方になってくれる人を増やしたいけど、ちょっとそれもままならない感じかな。国内で船と、あとは借金を返すまでは、まあのんびりまったり進めていきましょうか。ちなみに、この動画の配信予定日は、1月の1日を予定していて、収録はですね、まあ、それより前に、行っているんですけども、まあ、2020年到来ということで、オリンピックの話をちょっとしておくと、オリンピックのチケット、二次募集あったと思うんですが、あれもね、全外しましたね。奥さんと私、僕とで、2アカウントを使って、合計8種類の競技の申し込みをしたんですね。ただ、全滅しました。まあ、ちょっとこういう言い方をすると、すごく語弊があるかもしれないんですけど、あまり人気がなさそうな、テコンドーとか、そういうものを中心に、とにかく、
味わっておきたいと、オリンピックを。そういう意味で、申し込みをね、する対象の競技を、マイナーなものを中心に行ったんですけど、いやー、それでもね、ダメでしたね。で、ちょっとこれは関所の話、読んでみる？田舎を放浪し、主要な街道で人々を襲う盗賊たちへの苦情の後、検問所として障壁、もしくは関所を設立するという提案があった。それらはまた人々へ特定の財の動きを制御し、時には通行料を徴収することもできる。これらの防御的な障壁は誰かが我々を攻撃する場合にも役立つ。関所をやると、ただダカット161は無理だ、今。かといって、州の不穏度は一応にプラス5か。まあでも、金を今、払える金がないからね。で、州の不穏度は、安東の独立。独立されては困る、安東に。どっかで制御しなきゃいけないね。北陸方面に兵を進めておきましょう。で、陸軍の、再び値を少し下げておきます。真ん中ぐらいまで下げておく。で、民は同盟結べる？いや、同盟に応えてくれないか。軍艦の建造、いや、どうしよう。これ軍艦か貿易船か、キャラベルかキャラックか。まあ、キャラックの方が高いからね。キャラベルは自分で建造しましょう。建造期間も幾分短いですからね。何？越前に上陸してきやがったのか。これはじゃあ撃退しなきゃいけないものの、ちょっと軍事力の維持費を上げて越前の軍勢を撃破していきましょう。まさかここで敗れるという選択肢は、というかその結末はあまり考えていないんですが、大丈夫？いや、破れるパターンだわ。徳川軍が撃破してくれないと、ことごとく反乱軍ごときに破れるパターンだわ。ここでね、細川の軍勢とかが立ち上がってくれればいいんですけど、そうするとしょうがない。解体したばかりでもったいないですが、改革アジア重兵を雇いましょう。その上で合流して撃退する。いやー、もうこんなしょうもない戦いにね、軍事力あまり使いたくないんですが。いや、ここも結構ギリな戦いっていうか、負けるんじゃないか、ここも。マジか。反乱軍強いな。いや、反乱軍なんでこんな強いの。いやー、やってくれるな、反乱軍も。あとは家康の軍が、退治してくれることを願いたい。家康も弱いな。家康も敗退してるからね。これならさすがにいけるでしょう。敵の2倍の兵力。なんか雲行きが怪しいぞ。大丈夫なのか？
大丈夫そうだね。安定度が低下？まあしょうがないね。秀吉がいるうちに朝鮮出兵がなるのかという課題がちょっと出てきたな。対馬もここ敵を潰しておきましょうか。対馬の上陸がちょっと手間取ってるので、対馬封鎖を続けるとしてだ。国家の決断使えるもの使っておくけ、また金か。鎖国するかどうか。鎖国するかどうか。鎖国の良し悪しをちょっと見極める？ちょっと待って、徳川はなってるけどさ、もしかしてもう死んだ？秀吉。うわ、摂政評議会になってる。なんかどっかでそんなイベントがあったんだな。秀吉はすでにもう、亡くなってしまって、今は、幼き豊臣千姫を補佐する摂政評議会が牛耳ってるわけだな。秀吉、いつの間に死んだんだ。完全に予想してたな。ん？乗れてない？ちょっと待ってね。対馬なんて放っておいてもいいんですけど、まあ、気持ち悪いので撃退できるときに撃退しておきましょう。鎖国法するかどうかだな。西洋交易がなくなっちゃいます。いや、これは鎖国法をやっておこう。やっておこうじゃない、やめておこう。対馬が封鎖されてるから、これ、上陸できないんだな。まあ、対馬はじゃあ上陸できないのは放っておきましょう、一旦。で、問題は、各国に対して、同盟するのか、宣戦布告するのか。摂政評議会のうちはそもそも開戦ができませんと。向こう10年は開戦できないんだな。千姫がね、成人するその時までは国力をじゃあ高める動きに宣伝しましょうか。そうなると金だな。借金を返して、海軍力を高めていきましょう。で、次のテクニカルアップデートの中身を確認したら、じゃあ時間を進めていきます。織物工場がちょっとまだ入らないけど、次はこれに入りましょうかっていうところだね。OK だ。では借金を返しつつ時間を進めていきます。
よし、ここで千姫が豊臣家の棟梁に就任しましたね。若き女帝千姫。まあ実は徳川家の人間であるということは、まあ置いておいて、千姫が15歳にして、しっかりと、その豊臣家の日本の棟梁の地位についたということになるので、ここからまた戦争ができるようになりますね。そしたら国内統治という意味では、まずは、そうだな。アイヌを切り取りましょう。アイヌをよこせと、いうことですね。で、そのためには、しばらく、ずっと、維持費を抑えていきたい、陸軍の維持費を上げます。まあ、移動しながら陸軍の維持費は上がるでしょう。それと同時に、借金もね、完済の見込みが立ってきているので、借金も返済していきます。で、さらに、徳川、細川、まあ、このあたりもね、飲み込んでいきましょう。細川は飲み込めるけど、家康亡き後の徳川家とは一応同盟関係にあるので、細川だな。細川潰しをしていきましょうか。この後は。で、技術のアップデートとしては、統治技術のアップデートを次のターンで入れます。1511。ちょっとここ上がってるな、コストが。で、軍事技術と外交技術のコストも、まあ、少しずつ上がっていってるように見えるものの、おのおの入れていきましょう。ちなみにアイヌの技術はどうなっているかというと、ご覧のように11。軍事レベル11か。粉砕して死んぜよ。アイヌに対して戦線を布告。ただ、これを見ると、何ら開戦自由がないのに戦争を仕掛けようとするということで、マイナス2はちょっと無理だな。マイナス2はちょっと無理なので、細川家はどうなっている？戦線布告。これも厳しいね。じゃあちょっと放っておきましょう。国内は我々に逆らう勢力はいないでしょうと。ということで、じゃあここから本当にね、船を作って、健全化して、朝鮮出兵をやっていきましょうか。おっと、ただここで細川に対して、戦いが挑める。細川の軍事力がどれくらいかだな。細川と戦線を布告した場合。アイヌも戦いに参戦。あー、なるほど。アイヌはね、大したことないとはいえ、上と下とに戦力を分けるとなると倍近い戦力が欲しくなっちゃうんで、まあ、一旦、細川との戦いは避けましょう。それよりも今は、船を作って、朝鮮出兵の準備を進めます。フリュート。輸送船フリュートとあと戦闘ガレー。このあたりもまとめて作っていきたいが、テクニカルアップデートが入るのがいつかというのを見て、そのタイミングでやるのがいいかな。これ見ると、1624年の、いや、だいぶ先だな。となれば、もう作っちゃおう。すぐにね、テクニカルアップデートができるならば、と思ったんですが、そういうわけではなさそうなので。金をばらまいていきます。いや、借金がなくなったってのは嬉しいな。そしたら陸軍の維持費また下げましょう。で、艦隊が整ったら朝鮮出兵。今、ちなみに朝鮮と戦争した場合、民が敵に回る。民が敵か。いやー、民と戦うのはきついな。王室間の婚姻をして、
同盟の提案もして、ちょっとでも味方になってくれる人を増やしましょうか。うわ、今度は、そういうこと？部活にも外交関係が多くなりすぎちゃったんで、伊藤徳川。徳川切ってもいいかなって感じするけどね。家康と開戦した場合。そうなんだよな。開戦自由ないからな。とんでもないマイナスペナルティ受けるからね。まあちょっとこれ外交ペナルティ受けてる状態が続いちゃいますが、我慢しましょう。なんとかどっかのタイミングで改善するにせよ。今外交関係があるのが徳川以下6カ国なんで、まあ、これらの国々とどう相対していくかだね。まあ、味方が多いのは、まあ、決して悪いことではないとは思っているんですが、とはいえこの状況は長く続くとね、いいことばかりではない。マイナスのペナルティ要素も入ってくるので、外交関係がとりあえずテクニカルアップデートが入れるところまでは我慢しましょう。ではまた艦隊を作っていきます。今キャラベルを作っていく。でキャラックも作って艦隊戦力としては一通り OK かなって感じですね。はい、では前回の反省点を生かして今回はね、下準備しっかり進めてきてますので、秀吉はもういないんですが、秀吉の朝鮮出兵、ぜひまた皆さんのね、お気づきの点とかあれば、動画のコメント欄もしくはツイッターの方までお寄せいただければ嬉しいなというふうに思います。では、今回はここまでにさせていただきます。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか？ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録と、ツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。